広島の先発ローテーション。大瀬防御率 2.12 2勝1敗17回。キュウリ防御率 0.931 勝0敗19回。浴衣防御率 1.73 2勝0敗26回。遠藤防御率 3.451 勝2敗 15.2 回。コル防御率 1.170 勝0敗7。2回。どうするんこれ。揃ってしまったにゃが。床にいとコルニーがはかどる。キュウリとかいう好投するとスルーされて打たれた時だけキュウリに先発は無理と批判される投手。リリーフは笹岡と違ってイニング数しっかりキープしてる。玉村、船降りろ。大セラってもう壊れたんやなかったんかん。安ひとし当たりない。黒田効果なんか玉村ってどうしたの。去年か一昨年注目されてたような。アンダーソンは何やったんやあれ。先発ならまだしも救援で負けハーラーダービートップはちょっと。広島のエースはキュウリや、毎年ようやっとる。浴衣打てねえ。森下、野村、岡田、矢蓋とかって、どこ行ったの？抑え栗林変えないと勝てるゲームも勝てへん。コルニエル使っても打たし残りの球は森下くらいか。もう一人二人欲しい。で、大瀬良と浴衣入れ替えで浴衣にリフレッシュさせるかもらしいな。新井さんと藤井がこんなに先進的なマネジメントするとは思わなんだ。リーグ平均防御率 2.8 くらいだろ今？そうなった以上投手は1点台じゃないと自慢に値しない煽り抜きで。そんなことよりデビッドソンどうにかしろ。森下が戻ってきて完成やな。トネちゃんとかいう救世主。これで森下も帰ってくるからな。なお2軍でちょいちょい打たれてる模様。ボルが意外とやるわ。去年も交流戦前までは全員2点台だったからな。ようやっとる。順位相応の投手陣って感じやな。打チームの主力打者の調子がいまいちやからな。先発は揃いつつあるけど抑えがね。